涙を流されてたシーンが非常に印象的なんですけども、多分自分の中にもなんかおごりがあったのかなと、勝ったことによってですね、監督も経験された工藤さんから、はい、だからこそ分かる CS 日本シリーズの楽しみ方、パコン編集長の森本ひちょりです。工藤公康です。よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、今回はですね、うん、5度の日本一を成し遂げた工藤さんが監督時代に考えていたことを聞いていこうと思うんですけども、はい、まず工藤さんは解説、現役に対して解説やられて、はい、まあ、監督のオファーが来たと思うんですけど、はい、まあ、その指導者というか監督経験がなくない状態で自分にまずお話来た時っていうのはどういう、こう心境だったんですか。まあ、コーチ経験がなくですね。あ、そうですね、はい、まあ経験がなく、まあ、あんまりこう自分でもあれなんでだろうなっていうのはありましたよ、正直。まあでも99年に日本一になって代表出たっていう経緯があって、まあ、その時にファンの皆さんに、署名活動をしていただいて、でその時の署名が17万6300通あって、まあ、それを10年ぐらいかけてお返事を書いたんですけど、まあ、やはりその残ってほしいっていう中でやっぱり出ていったっていうところもあって、まあ、いつか恩返ししたいなっていうのもありました。でもう一つはその時の王監督、今は会長ですけどにもいろいろ相談に乗っていただいて、まあ、ご恩があって、まあ、これもいつか返さなきゃいけないなっていうふうに思ってたところに、本来だったらピッチングコーチとかですね、コーチ経験をしてからっていうところだったんですけど、まあ、そういう話をいただいたんでお引き受けすることになったんですけど、はい、家を出るときに、嫁からですね、どんなことを言われたとしても考えさせていただきますって言って帰ってきてねと返事しないようにって言ったらで僕も分かるな奥さんの、はい、分かるんですけど、まあ、そういう中で行って、はい、前向きに考えさせていただきますって返事しちゃったのって怒られましたけど、しかもあのホークスのね、はい、もう前の年に優勝した、あ、はい、ホークスの監督を引き受けたわけですからね。そうですね、まあ、そこは、まあ、確かにプレッシャーはあるなっていうのを覚悟はしてたんですけど監督やるのが決まって孫オーナーとお話をさせていただく時間があったので、まあ、そこでその10連覇できるようなね、そういうチームを作ってほしいというふうに言っていただいて、まあ、僕自身はまあそこでみたいな、うん、9連覇っていうか3連覇以上するチームがないのに、うんうん、10連覇っつってっていう感情が全然なくて、そういうチームを作ってほしいって言っていただけるんだったら、だったらこう自分のできること、うん、どこまでできるのか、本当にできるものなのかできないものなのか自分でもチャレンジしたいという思いになって、はい、まあ、そこで世代交代も含めてじゃないですか、10連覇って言ったらですね、なのでそのチームの中での新陳代謝っていうのはやっぱり活発にしていかないと、やっぱりそこの中でのやっぱり競争心とか切磋琢磨することだったりとかね、例えば一人一人の向上心だったりとか探求心っていうものを磨けないと思ったので、だからその新陳代謝だけはやっぱりちゃんとしなきゃいけない。あ、もうその時点でそういうこうイメージが、チーム作りのイメージがもう、そうですね、もうすでに湧いてきてたんですか。あ、まあ、僕はまあとりあえず現役を長くやれたっていうのも、まあ、最終的には何ですかっていうと、まあ、その技術っていうよりはもう体力だったんですね、うんうん、はい、なのでその技術っていうのはまあそのまあ磨かなくてはいけないんですけど、それよりも体力がないと体が動かなくなっちゃう、で動かないっていうことが怪我につながる、で怪我につながるっていうことが長くできないっていうふうに思ってたので、まあ、何よりも選手に切磋琢磨してもらいながら長くプレーを、やっぱりそういう競争心の中でね、そういう中でやってもらうにはっていうふうに考えた時に、やっぱりこうまあ、嫌われるかもしれないけども、とにかく厳しくやろうと、うん、はい、体力さえ身につけば彼らが例えばまあ3年後なのか5年後なのか10年後の中に終わった後に、あの時に結構ね厳しくやられたけど結局それが自分を現役長くできたのかなっていうふうに思ってもらえたらいいなという思いもあったので、はい、まあ、本当にあの厳しかったかもしれないですけど、はい、きつくやらせてもらいました、はい。まあ、そんなね工藤さんは、まあ、本当さまざまな功績残されてますけども、もう本当にたくさんのこう優勝監督インタビューを、はい、もう見させていただきましたけども、はい、ありがとうございます。そんな中でも2017年のリーグ優勝時に、はい、
涙を流されてたシーンが非常に印象的なんですけども、うん、はい、まあ、あの自分自身はそうですね、16年に勝てなかったっていう、勝てなかったっていうだけではなくて、うん、やっぱりこう、まあ、勝てれば何でもいいやっていうか、多分自分の中にもなんかおごりがあったのかなと、勝ったことによってですね、うん、あとはやっぱり一番はやっぱり選手たちとの、なんですかね、僕らが野球現役をやった時とは違う、今のやっぱり時代に合わせた、やっぱり若い子たちに合わせたやっぱりコミュニケーションもしっかり取らなきゃいけない、うん、やっぱりそこがやっぱり足りない部分だったので、それは2016年に、はい、その CS で負けて、はい、いろいろと感じられたんですか。まあ、あのね、日本ハムさんに、はい、大逆転負けを食らって、はいはい、まあ、叩かれたっていうことよりは、それよりも自分に足りないものがあったことで最終的に一歩上に行けなかったっていう、うん、じゃあ足りないものは何かって言った時に、やっぱり若い子たちとのコミュニケーションとか、若い子たちが考えているようなことをもっと理解しなきゃいけないとか、やっぱりどっちかっていうと、まあ、押し付けではないんですけど、こうやればこう練習すれば、まあ、こうやってやっておけば勝てるっていうね、うん、まあ独りよがりではなかったとは思うんですけど、なんとなくこうやらせてることが多くて、聞いてコミュニケーション取ってどう思うとかね、うん、こういう練習したいんだけど、で目的はこんなんで、やっぱそこの中でのコミュニケーションがやっぱり自分の中で下手だったんですよね。はあ、だからそこからなんか自分でこうしたいああしたいっていうことではなくて、やりたいことがあったらまず相談するっていうことから、やっぱりそれを少しずつ やっていきながら、あ、またダメだったって、言い方が間違ったって言ったら、やっぱりまた自分で変えてみたり、うんうん、はあ、っていうのを繰り返していって、こうなんかすごくこう自分自身を変えることが、みんなが気持ちよく野球ができることにつながったっていう、はあ、だからなんかすごいこう、なんですかね、自分が変わったから勝ったから泣いてたとかいうことではなくて、はい、はあ、みんながもうツーアウトになって並んだ時に、はいはい、僕横見てるんですよね、ずっと選手のね、うんうん、はあ、あのその状態を、選手たちの状態を見て、なんか自分の中でこう、はあ、うるっときた部分があったので、うん、なんか話し始めたらちょっとおかしくなっちゃったっていうやっぱその就任1年目でまあ優勝で日本一と、はい、で初めてこう2年目で2016年で負けを経験したからこそ、なんかこう2017年の思いというのは特別なものがやっぱりあったわけですか。そうですね、特別というか、まあ本当、うん、なんかで僕らって野球できないじゃないですか、はいはい、できるのは、まあ、彼らにとってそのいいシミュレーションをしてあげたりとか、まあ、いい采配をしてあげたりとかね、うん、選手の起用法もそうだしっていう、やっぱりその決定権っていうのは監督にあったりとかはするんですけど、でもその前にやっぱりみんな思いがあるので、その思いをやっぱりこう聞いて、じゃあそれに近い形でやるためにはどうすればいいかっていうのをやっぱり考えてって、自分が前面に出るっていうよりは後ろからこうなんか押しているようなイメージをやっぱり持たないと、やっぱりチームっていうのをいざってなった時にどこかでクエスチョンが生まれてしまったりとか、何やってんだろうっていうふうになるのがやっぱり一番良くない。勝って当たり前とかね、日本一になって当たり前、じゃあ僕らは何をしなきゃいけないかっていうと、もうその勝った、まあ、ピラミッドの、ね、大きさをやっぱりもう次の年はもう一段上げなきゃいけないんですよ、うん、はあ、でやっぱり連覇したらやっぱもう一段上げていかなきゃいけない、うん、それを 9回10回繰り返せって言われた時に、うーん、無理だなと思いながらも、難しいですよね、はあ、ただやっぱりそれをやるって自分で言ったからには無理ではなくて、じゃあどうすればって考えるのがやっぱり僕らの仕事なので、だからそれは必死に考えました、うん、でその2016年、まあ、負けを経験して、はい、選手も監督コーチもその経験をしたわけですね、はい、悔しさをこう味わったその次のシーズンって何かこう変化、変わったこととかって何かあったんですか。いや、あんまり大きく変わってないと思います。あ、そうなんですか。はい、やっぱりこう内に秘めるものっていうのは選手それぞれにあったというふうに思うんですけど、うん、今年はっていう、まあ、一番変わらなきゃいけない自分が変わらなきゃいけなかったので、うんうん、なので自分がやっぱりじゃあどっから始めてっていうのは、だからスケッチブックを書いたりとか、そうこういろんな何かあってもこう紙に書くようになったっていうのはその頃ですね、うん、まあ、選手を見てとか試合の中でとかですね、だからやっぱそこの中でどん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 その自分の書くっていうことが
できるようになってきて、で次の日に話す言葉も自分で書くんですよ、うんうん、選手の前で話すにしても、で時には紙で選手に渡したりとかですね、自分の言いたいことを話す時ってみんな話すばっかりじゃなくて、時にはやっぱり紙で伝えるっていうのもいいことかなっていうふうに思ってたので、それが2017年から始めた、まあ、始めていって、まあ、出したのは19年ですけど、うん、紙は渡したのはですね、うんうんうん、はい、だからそのクライマックスとかそういう時にみんながどん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 プレッシャーを感じてるなって思った時は、あこれ目の前でバーって言って余計プレッシャーを与えるよりも、あ紙作っといたんでみんなよく見といてくれと、うん、で終わりなわけですよ、はいはいはい、じゃあ今日は練習行こうっていうね、クライマックスの前の日ですかね、ファイナルかな。まあ、僕も監督から手紙なんかもらったことはもちろんないんですけど、うん、その監督から直筆、まあ、直筆ですよねきっと、うん、で見た時に自分にだけにしか書いてくれないっていう、まずそのなんか愛情とその内容っていうのはすごい入り方するんだろうなっていうのは今イメージはできます ね、うん、ね、監督ってなんかよく一人みたいなね、はい、みたいに思われますけど、まあ、僕はなるべくいろんな人とこうご飯食べに行ったりとか、はい、まあ、情報を集めたりとか、まあ、17年じゃないんですけど選手たちとも食事に行ったりとかですね、はい、まあ、2つに分けたんですけど、若い子たちとベテランとですね、うん、はあ、だああいうのもなんかすごく良かったなと思いました。結構コミュニケーションじゃあ取られてたんですね、途中からですけどね、うん、15年からではなくて、はいはい、まあ、17年以降ですけどね、はいはいはい、でも、まあ、上昇チームとも言えるぐらいすごいこう成績を残されたと思うんですけども、その残せた結果を残せた要因っていうのはどこにあると考えてますか。まあ、一番は選手ですよ、うん、まあ、でも選手がなんでそんなにこう毎年毎年モチベーション高く機能したのかなっていうのは、うん、だって僕選手だったら多分2連覇とか3連覇とかしたらどこかで俺ら強いよねっていう、こう安心みたいなのあるのかなと思ったんですよね、はい、っていうのは僕2006年7年連覇したんですけど、はい、まあ、日本シリーズでは2007年負けたんですけど、うん、その時になんかちょっとした充実感とかを感じてしまったんですよね、うんうん、はい、でもホークスの選手ってそれ感じないんですよ、見ててもみんな毎年野球小僧なんですよ。あ、はい、それがすごいなと思って見て、どういうことされてたんですか。そうですね、どういうことするっていうよりも多分、いや選手と話すようになったじゃないですか、うん、やっぱね選手がね常に危機感を持ってるんですよね、うん、レギュラーって言われてる人と話をしても、いや僕がここで例えば今日出なかったって、代わり出た人が打ったって言ったら変わっちゃうかもしれないじゃないですか。いや変わらないからで一日で変わるわけないだろうって言うじゃないですか。やっぱそれでも言えって僕は出ますと、多分ひょっとしたらその15年以降以前のやっぱりその秋山監督がやれた時も含めてですね、やっぱそういう教育をしてきたことで多分彼らの考え方がその変わらないで、やっぱりプロは1年1年が勝負なんだ、そこでやっぱり自分が怪我して離脱すれば誰かにとって変われるような世界なんだっていうのを見たのかもしれないし、うん、教わってきたのかもしれないし、だからやっぱそういうことが何ですかね、油断にならずに、うん、ずっとやってきてこれた要因なのかなっていうふうに思うと、うん、まあ、すごくこう僕は、まあ、彼らの年齢ではここまでしっかりしてないし、うん、まあ、ちょっとまだ遊んでた子だなっていう選手でも、うん、すごくこう1週間のルーティンとか自分の練習をちゃんと守ってとかですねっていうふうにやってる選手が多かったので、うん、まあ、正直びっくりしましたよ、でもそんなレギュラーでの選手がそんな危機感を、もう僕絶対変えられるんでって言われたら嬉しいですよね。僕からするといやお前のことは絶対変えないと思うけどねって言ってああいやでも僕はちゃんと危機感を持って常にやってます、あそうかありがとうございますと言いながら、はい、じゃあ頑張ってくださいっていう、やっぱそういうのはやっぱ本当に嬉しいし、なんていうんですかね、うん、その野球に対して真剣というか真面目というかね、うんうん、向き合ってるなっていうのはすごい感じてましたね、うん、まあ、でも僕ホークスにいた鶴岡君と話するんですけど、はい、ホークスはもうチーム内競争がものすごいから、はい、まあ、そこレギュラー陣もみんな緊張感あるっていうのも聞いたことがあって、うん、はい、
その辺もやっぱり大きいんですかね。じゃないですかね。まあ、僕は選手を起用するときに走攻守ってありますけど3つ揃ってなくていいんですよ、うんうん、その1個あることがすごく大事で、例えば足だけだったとしても守備があんまりまだうまくありません、ね、バッティングはまだよくありません、いやいいんだよ1個でっていう、1個あれば、はい、でそれで得点ができると、うん、でその1個が1軍にいて やることで、じゃあ次は俺は何かって守備をちゃんとしなきゃいけない、守備をちゃんとできるようになったら次はバッティングだと、そうやってこう選手それぞれのモチベーションになっていってくれればいいので、その条件は一軍にいることなんですよ。完全に周東選手の顔がもう今思いっきり浮かびましたね。あ、はあ、言われて、まあ、僕は周東と牧原とか、牧原選手もそうですね、はあ、だからあの二人はちょっと対照的なところはあるんですけど、うん、どっちかというと時間がかかったのは牧原君の方なんですけど、僕だって僕現役の時フェニックスリーグで育成で内野守ってましたもんね、はい、まだ、うん、で頑張れよなんて言ってってここまでね、もうチーム代表する選手になりましたもん ね、はい、もうねチームにはいなくてはならないね、うん、存在にね2人はなりましたし ね、うん、はい、ね調子がいい時1番2番彼らが打ってたら、まあ、三森君も含めて1,2,3 3人の中で誰が出ても走れるんで、はい、そうですね、はい、どこでどう組んでもいいじゃないですか。しかも牧原選手が今調子がいいし、うん、3番打てるんで、打てますもんね1,2,3 で3人が上位にたれやですよね。いやですよね。やっぱり 1,2 番ってやっぱりまあ出塁、確かにフォアボール選ぶっていうのも大事だと思うんですけど、まあその前にやっぱり出た時に走れる、だからこうピッチャーにバッテリープレッシャーがかかるので、うん、まあ、そういうプレッシャーってね一番最初からかけられないので、それは彼らがその残していく結果で、あ、バッテリーが自然とプレッシャーを感じてくれることだと思ったので、うん、でも試合に出ない限りはどうにもならないんで、やっぱり出すっていうことをやっぱり選択しなくてはいけないというところは、まあ、僕の中での覚悟はありましたけどね、はい。今日は貴重な話をお聞きしてきましたけども、はい、うん、プロ野球はレギュラーシーズンも終了して、はい、いよいよクライマックスシリーズが始まるんですけども、ね、はい、最後にプロ野球ファンの視聴者に向けて、うん、監督も経験された工藤さんから、はい、だからこそ分かる CS 日本シリーズの楽しみ方、うん、このあたりを お聞きしたいなと。そうですね、まあ一つはその最近はよくベンチがね、ベンチの雰囲気がよく映るかなっていうふうに思うので、うん、まあその時に指導陣の人たちがどんな動きをしているのかっていう、うんうん、そわそわしてるようだとうまくいってないどしっと落ち着いてパッパってこう大事なことだけパッパって伝えてるっていう時は、あ、自分のペースでこう試合が流れてる時っていうね、うん、いや負けてる時ってじゃあブザワザワなりませんかっていうと意外となんないんですよ、うんうん、はい、負けてる時の方がならないんです。勝ってる時の方がなりやすいんですよ。逃げ切りたいとか、はい、ね、継ぎ込むぞみたいな時に、うんうんうん、はい、で大打だ大打だとかですね、もう1点取ってって引き離すぞっていう時はザワザワしやすいんですけど、うん、まあ、そういうようなベンチの雰囲気とかをまたテレビでねご覧になる方にはぜひいろいろ結構映してベンチを映していただいてですね、うん、はあ、実際にはグラウンドで野球やってるんですけど、ベンチの雰囲気ってね今回もお話ししたようにすごく大事だと思うので、はい、まあ、そういうところも楽しみの一つに、してもらえたらなというふうに思います、はい、今回も工藤さんに来てもらいましたけどありがとうございました、はいはい、どうもありがとうございました。はい、皆さん動画を見てくれてありがとうございます、ぜひ皆さんチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。またお会いしましょう。さよなら。さよなら。